はい、あ、すごいパンチョ立ってますね。はい、市川駅の南口ですけども、はい、昨日埼玉からわざわざやってきたらしいですけども、で、プリティさんの選挙戦毎回お手伝いされているということですけども、今回どうですか？そうですね、市会議員、最初の市会議員選挙の時から、はい、もう全部応援はさせてもらってますね。はい、はい、その何ですか、難易度というか厳しさというか何か感じますか今回？今回、いや、まだ、昨日、まあ、応援したのは、はい、まあ、3日目か、昨日の3日目が、はい、選挙戦3日目が俺最初だったんで、はいはいはい、まだ分かんないですけど、まあ、日曜日だったんで、まあ、うん、反応は良かった。そうですね、なんか自転車でもやってたけど、駅前だと木原君結構気づかれて、いろんな人に話しかけられてましたね。そうですね、はい、だからプリティさんの応援だけど、木原君がなんか人気者なっていう感じで。いやいや、人気者っていうか、まあね、プリティさんはもう地元に根付いてますけど、はいはい、うん、まあ、俺はたまにしか来ないですね、この市川は。あ、珍しかったんじゃないですか。そうですね、ちょっとここでも知名度上がりましたね。はい、はい、じゃあ、じゃあ今日また、夜まで やるということですよね。はい、はい、よろしくお願いします。